内村,内村健介、内村健介、内村健介、1986年3月17日隊は、東京都大田区出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、宇藤良太、小学1年で野球を始めるが、現在に至るまで4番を打った経験はない。中学時代は、公式野球チーム、大田シニアに所属、1年間投手を務めたことはあった。 中学生活最後の夏の全国大会予選は、直前の中学校の運動会の練習で右腕を骨折してしまい試合に出られなかった。総力と守備力を売りに、進学した山梨学院外付でも一年夏からベンチ入りして、秋には背番号6で内野を守った。高校の同期には赤下武氏がいたが、甲子園出場はなかった。 高校通算本塁打は一本だったと語っている。それでも、中学3年生の時に離婚した母親を楽にさせたい一心で、プロへの願望は高かった。テストで合格し加入した JFE 西日本時代は、社会人野球日本選手権大会で優勝を経験しているが、自身の出場機会は少なかった。出番を得るためにスイッチヒッターへ転校するなど、試行錯誤を繰り弁たが、 これが裏目に出て迷路に落ち込み、実力が発揮できなくなってしまった。社会人3年目には、無断で抜け出し、街中をさまよう中、携帯電話で母親に泣きながら、辞めると話した。会社は引き止めたが退社し、2ヶ月間フリーターで過ごした。JFE 西日本を辞めて、東京に戻って、中学時代所属していた、公式野球チーム。 大田シニア監督の安倍和幸に辞めて帰ってきましたと報告してから数日後、安倍から来年から始まる北進 SBC リーグって言うのあるからトライアウト受けてみろ。と勧められてから始まる BC リーグの存在を知り、石川ミリオンスターズのテストを受けて合格した。ここで監督の金森栄二から右打席に絞った打撃の指導を受け、才能が開花した。 遊劇種のレギュラー、リードオフマンとして活躍する。打率、271、31盗塁の成績で、リーグの初代盗塁王となった。2007年の育成ドラフト会議では、東北楽天ゴールデンイーグルスから一巡目で指名された。金森からは、もう一年チームにとどまり、正規のドラフトを待ってはどうかとのアドバイスを受けたが、NPB へ挑戦する姿勢を優先したことから、 育成選手として入団することを決意。PC リーグ球団所属の選手では、初めての NPB 入りを果たした。開幕から2軍で結果を残し、7月23日に支配下選手として登録され、背番号は育成時代の121から98に変更となった。監督の野村克也は俊足を生かすため、スイッチヒッターへ再転向させ、さらに、 赤星のリヒにも使わせた、重い、土のコバットで、内野安打を稼ぐ打法を指示した。8月3日に一軍戦初出場。一軍に登録されてからは、レギュラーの高須洋介の怪我による離脱もあって、2番、類主として、積極的に起用された。47試合に出場し、打率、289、9盗塁を記録、背番号を0に変更し、 シーズン50盗塁を目標に掲げた。春季キャンプでは、それまで使っていた重いバットから少し細くて軽いものに変え、強い打球を放つことと次につなぐバッティングを折ることを、課題に挙げていた。開幕一軍のメンバーに選ばれ、4月16日のロッテ戦では、リックショートの代走として出場し、その回の守りで、小学生以来となるイアリフトの守備についた。 5月13日の日本ハム戦の4回に、島本博のギダで一死後、聖沢亮のセーフティスクイズを、内野手がエラーした後にスクイズを決めたため、プロ野球体記録となるチーム1イニング3ギダを記録した。しかし、その後の打撃面で結果を残せず6月9日に登録抹消された。粘り強い打撃を生かして、準レギュラーに定着。守備でも二遊間以外に、 たびたびマイヤーとして起用され、リフトやセンターを守り、出場機会を増やした。終盤には、安打を量産し、規定打席不足ながら打率、304を記録した。新しく監督に就任した、星野先一の目指す、機動力野球のもと、シーズン当初は主にダイソー、守備固め要員として起用されたが、同年に入団し、肖像類種として起用された。 岩村秋則の不調から、生じる類種であった、高須洋介が三類種として起用されるようになった、ことに伴って、シーズン中盤以降は、二番、二類種として定着。9月24日のソフトバンク戦では、プロ初本類打を、ランニングホームランで記録した。自己最多の123試合に出場し、打率、271、31盗塁と飛躍のシーズンとなった。 シーズン終了後、背番号を6に変更。も開幕直後は、正二塁手として出場するが、打撃不振に陥り、次第に二塁手として銀次が、スタメンで出場する試合が増えていった。2012年6月24日に横浜 DNA ベイスターズの藤田和也とのトレードが発表された。背番号は藤田が着用していた23に決定。後は、 正二類種の石川雄陽が怪我をしたことも重なり、二類種のレギュラーを獲得。また、途中下流にもかかわらず、チーム2位となる18盗塁を記録した。一方で、打撃面ではシーズンを通しての打率が21、215遺跡後のみでも、237と制裁を欠いた。この年の8月15日の阪神タイガー,アース戦では、盗塁を決めたが、その打席に立っていた。 中村のりひろから盗塁したことを非難される出来事があった。首脳陣がサインを出さなくても自分の判断で盗塁ができるグリーンライトの権利を内村が持っていることから中村の出席は再配批判に当たるとされ中畑清監督によって中村は登録抹消された。前年の生二類種であった石川が遊撃種に再転向し内村が2番二類として 開幕からスタメン出場を続けていたが、次第に打撃不振に陥った。6月9日のオリックス戦から、それまで、懲罰降格していた石川が一軍復帰すると、同時に二塁手に転向し、その日以降は石川が一番二塁に定着した。これにより弾き出される形で、内村のポジションが奪われてしまい、石川が8月に故障離脱した最後に、 勇敢双方を守れる山崎のリハルがスタメン出場し、事実上の大走要因となってしまった。89試合の出場に止まり、打率も前年を下回る。206に終わった。この年は、勇敢のスタメンに石川と山崎がほぼ定着し、さらに、白崎博之の台頭やユリエスキングリエルの加入で一、軍での出場機会が激減し、 わずか4試合の出場に終わってしまった。また、2軍でも打率、236、投塁成功率、353と、持ち味の俊速攻打を発揮できなかった。ダイソー、守備固め要因として1軍に昇格すると、7月12日には2番、2類として2年ぶりのスタメン出場を果たしたが、打率、179と、打撃では、 結果を残せなかった。しかし、通算100投類を達成するなど28試合のうち、17試合を、ダイソー、守備固めで出場するなど、足や守備に関しては、信頼が厚かった。一軍公式戦への出場機会がないまま、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。 NPB 他球団での現役続行を希望していることから2016年11月12日には阪神甲子園球場で開催の12球団合同トライアウトに参加シートバッティング形式の対戦で5人の投手を相手に4打数1アンダートール11死球に三振という結果を残した2017年からはクラブチーム リベンジ99に所属していた傍ら、加圧トレーニング事業などを展開する J ハムコーポレーションに正社員として勤務。身長は163センチメートルで、2016年時点で水口大地、埼玉西武ライオンズと並び中に、球団中最も背の低い選手である。入団当初は右打ちであったが、2008年の一軍、昇格直後に、 監督の野村克也の提案でスイッチヒッターに転向し2010年までの通算の対左打率243に対して対右打率294と右投手を得意とする。しかし2013年8月20日には三浦大介の代打として阪神の右投手ランディメッセンジャーと対戦したが右打席に入った。この頃から 内村自身は右打ちだけでやりたいという意思があった。ただ、9月半ば以降はまた左打席にも立つようになった。50メートル走5.7秒、一塁到達3.8秒の瞬速を武器とし、2008年には打った安打のうち半分が内野安打を記録するなど内野安打が多く、2010年までの内野安打率は32%を誇る。 守備ではスピードを生かした二類守備を持ち味とし、2010年には守備イニングが300イニングほどであったが、レンジファクターは6点台を記録した。一方で、遊撃守備では失策の多さが目立つ。外野手として起用されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。